カラバッジオによるホロフェルネスの首を切るユーディットルーカス・クラナッハ、ユディト・シュトゥットガルト州立美術館、グスタフ・クリムとユディト・アイ1901年ユディトは旧約聖書外典の一つであるユディトキに登場するユダヤ人女性。メラリの娘ユディトはマナセと結婚したが、夫を日射病で失って家父となった。彼女は美しく魅力的な女性で多くの財産を持っていたが、 唯一の神に対して強い信仰を持っていたため、人々から尊敬されていた。アッシリアの王ネブカドネッツアルは、メディア王との戦いにおいて自分に協力しなかった、諸民族を攻撃するため、司令官ホロフェルネスを派遣する。ホロフェルネスは軍勢を率いてユダヤへやってくると、ベトリアという町を囲んだ。水源を断たれたため町の指導者オジアは、降伏を決意するが、ベトリアに住んでいたユィとは、 おじやと民を励まし、神への信頼を訴える。ユディトはそこである作戦を立てる。それは、ユディト自身が着飾って、ホロフェルネスのもとに赴くというものだった。ユディトは神に祈って、ホロフェルネスのもとへ向かう。エルサレム神軍の道案内を申し出た、美しいユディトを、ホロフェルネスは、喜んで迎えた。ユディトは、人中で出される、違法人の食べ物を決して口にせず、っ日待った。 4日目にホロフェルネスは主演にユディトを呼び出した。ホロフェルネスは泥酔し、やがて天幕のうちにユディトは眠るホロフェルネスと二人だけで残された。ユディトは眠っていた。ホロフェルネスの探検をとって彼の首を切り落とした。ユディトは次女と共に首を携えてベトリアの町へ戻り、ことの次第を報告した。やがて司令官殺害は包囲軍の知るところになり、 激しい動揺を引き起こす。ユダヤ人はこの機会を逃さず、出撃し、敗走するアッシリア軍を打ち破った。ユディトは105歳で亡くなるまで、静かにベトリアの町で一人暮らした。ユディト記の内容には、歴史的に正確でない箇所が見られる。まず、ネブカドネツアルはシンバビロニア王国の王であって、アッシリア王ではない。またベトリアという町もどこにあったのか特定することができていない。なお ユディトのヘブライ語の読みは、イエフディトになり、直訳すると、ユダの女という意味になる。ただし、ユダ族やユダ王国関係者以外に、創世紀第26章34節に出てくるエサウの妻となったヘト人の女の名前もこれであり、紛らわしいためか、70人訳聖書では、ヘト人の方を、ユーディンと訳してある。ありがとうございます。